トノサマバッタは、バッタクバッタかトノサマバッタ族に分類される、昆虫の一種、大名バッタとも呼ばれる。旧北区、アフリカ、日本に分布する。日本では全土に分布する。長崎県の津島にいる個体群が、長崎県のレッドリストで、トノサマバッタ津島個体群の指定を受けている。体長は35から65ミリメートルの大型のバッタで、オスより、 メスの方が大きい。前肢には茶色と白色のまだら模様があり、胞子は車バッタや車バッタもどきなどとは違って模様がない。個体によって色に差があり、緑色型と褐色型の二つのタイプがある。また、密度が高い環境で育ったものを群生症と呼び、逆に密度が低い環境で育ったものを孤独症と呼ぶ。この二つのタイプにも、 能力や体に差異が生じるが、群生症については、口述を参照。一般的によく見られるのは孤独症である。平地低山地の日当たりの良い稲荷植物の多い草原に生息する。草があまり密集せずまばらであるか、竹がそれほど高くないところに多い。日本の場合、草原と呼べる地帯は激減を続けており、実質的に平地の広大な草原は、 河川時期くらいしかないため、トノサマバッタの生息地も、河川時期である場合が多い。食物は、稲科の双本の葉であるが、昆虫の死骸などもしばしば食べ、脱皮中で動けない、同種個体を襲って食べてしまうともぐいも、少なくない。産卵トノサマバッタのオスは、後ろ足と羽を擦り合わせて発音するが、メスへの求愛にも用いる。メスは腹部を下方に折り曲げて途中に差し込み、 多数の卵が含まれたスポンジ状の卵塊を産み付ける。年に2回産卵し、1カメのメスが夏の初めに産む卵は1ヶ月程度で孵化するが、2カメが秋に産む卵は越冬して翌年春になってから孵化する。単子用植物であれば非常に多くの種類を食草にできる。多摩動物公園では草食動物用に大量にストックされている。 トウモロコシの葉及び禁煙な牧草ソルガムを与えている。それらの若い葉は食べようとせず、トノサマバッタにとっての何らかの気物質が含まれていると見られる。メディアを再生するメスの飛翔の80倍高速度撮影警戒心がやや強く、成虫は外敵や人が近づくと地面を跳ねて飛んだ後に長めの羽を広げて、 長い距離では十数メートルほども飛翔して再び草の中に溶け込んで身を守るようにする。強い筋力による羽の力による飛翔力は強く、一度飛び立たれるとジグザグに飛翔して狙いをつけられないようにするので近づくのも捕まえるのも難しい。メスより体が小さく軽いオスの方が飛翔能力が高い。天敵はスズメバチや カマキリなどの大型の肉食性昆虫と、クモやムカデなどの肉食性接触動物、ヒキガエルやトノサマガエルなどの両生類、ヘビやトカゲなどの爬虫類、モズやチョウゲンボウなどの鳥類、キツネやタヌキなどの哺乳類、そしてエントモフトラ族のカビである。中央、アジアやアフリカなどで群生症が発生すると大群をなして移動するようになり、バッタと呼ばれる。バッタは、 田畑の作物を襲って一日程で全滅させてしまうこともある。詳細は郊外山省。日本でも沖縄県などでこのバッタがバッタと化し、作物に大きな被害が出たことがあった。ある研究によると、近距離に4匹以上集まると、4、ビニルアニソールという化合物を出し、周囲のバッタが集まり群れが形成されることが確認された。近年、日本では、 夏季の大発生が記録されているコウビ、トノサマバッタは素早く飛ぶために捕まえるのが難しい。しかし、枝や竿の先に糸を垂らし、その先に黒い棒状のようなものを巻きつけて潜んでいる場所に投げると、それをメスと錯覚したオスが近づいてきて、棒に飛び乗ってコウビ姿勢を取る性質があるので、この性質を利用して釣り上げて捕獲する独特の方法がある。 オスの交尾行動を利用した取り方なので、メスの捕獲には効果がない。ありがとうございます。